このメンバーの中でこの先輩には可愛さかってるなっていう。ああ、いいですね。誰に聞きたい？すごい質問やで。確かに。まゆちゃん。まゆちゃん。確かにはっきり言ってくれそう。自分の方が可愛いと思う人は、うん、この中で。いる？いや、いないです。いやいや、本気でいいよ、別に。うん、言ったら。おるやん。おるやん。せいやだけにこっそり。でも、あ、まだお会いして何回かしか会ってないから、せいやさんと信用、信頼できない。まあ、宮岸さんやったらいい。確かにね。私は宮岸さんにちょっと耳打ちでこっそり。確かに、みーちゃんのリアクションだけ見たいな。え、本当に言わないですか？言わない。耳打ちされてると思うんですけど、多分あのしおりって言いましたよ。めっちゃ、めっちゃ出てた。言ってないよ。言ってないよ。めっちゃ聞こえてますよ。ちょっと言いにくいんですけど。ちょっとのちょです。ちょっとのちょです。右か左で言ってもらっていいですか？右。ああ、一応前か前列か後列か。ああ、それは言ってもらえない。いやいや、そんな、いや、それは分からんから。ま、前か後ろいないんじゃない？後ろ、後ろ。あ、でも2択。いや、それ分からん。2択。アンフェアかアンフェア。アンフェアかアンフェア。アンフェアかアンフェアかって言うとどっち？フェア。中西おりやないか。あいつおりやないか。あなたフェアです。何がフェアやん。言って